どうも、藤ピコです。大津ピコ。今回はですね、こちらね、ヒョウモントカゲモドキたちのね、餌やりの様子お見せしたいと思います。はい、カラヒーちゃんね、これ。早速ちょっとこれ、脱皮前ですね。ちょっと真っ白くなってて、カラヒーちゃん。はい、鼻先はもう色が変わってきてるんで。食べるかな?ちょっと脱皮前で。もしかしたらちょっと餌反応良くないかもしれんけど。で、早速ね、シェルターに帰っちゃったな。はい、カラヒーちゃん。おー、ナイスシャピーンって出てきましたね。ちょっとごめんよ。ちょっとじゃあ餌食べてる間だけね。ピロリンということで。ほら、真っ白くなってるわ。これは、ちょっとひょっとしたら今日中に脱皮するかもしれんな。はい、じゃあ、カイちゃん。ええこっちゃ、ええこっちゃ。餌食いもバッチリでございますわ。美味しいですか?ちなみに今日の餌はこちらヨーロッパイエコオロギですね。だいたい ML ぐらいかな。まだ羽の生えてないぐらいのサイズ。ああ、ごめんよ。はいはい。できればね、自力で追っかけさせて食べさせた方がいいんですけど、カレイちゃんちょっとね、はい、ハンティングが下手くそなんでね。極力この目の前でちらつかせてね、食べさせるようにしてますね。でも上手に食べてくれてるわ。美味しいですか?なんかこの目の下のアイラインの黒が、なんかめっちゃ柄が出てきてる気がするな。前までこんな目の下にこんな黒い模様あったっけ?上はね、まつげみたいにね、パッチリしてて、はい。それチャームポイントだったんです。下まつげまで生えてきて、どんどんぺっぴんさになっていってるのがカラヒちゃん。はい、まだ食べますか?お、まだ食べるな。はい、いやー、ナイスリアクションや。ええこっちゃ、ええこっちゃ、ほら、この目の下の、ほら、マスカラ、ちょっと、取れかけみたいな感じになってるけど。お、なんか急に動き始めて。もうぼちぼちええか?まだありますぜ。はい。お、食べそうやな。うん、オッケーオッケー。ちょっと角度が、あれやな。ごめんよ。これも背中のあたりとかもう真っ白けってなってるでしょ。本当に、数日以内には脱皮始まりそうですね。はい。どうですか?まだ食べますか?おー、食べるな。オッケーオッケーオッケー。やっぱりどんな爬虫類でも基本的に、ちょっと餌のサイズ、気持ちちっちゃめの方が反応いいですね。まあ、大きい餌でね、バクンと食わせるより、ちっちゃい餌をね、数食わした方が、消化にも良さそうなんで。はい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 。はい、オッケー。あとはこうやってしっかりね、ハンティングすることでね、この本能をね、呼び覚ますというのもね、食欲促進にもね、効果があるみたいなんでね。あれ食べますか?よう食べるな。もうよう食べるわ。頼もしいな。目がキラキラしてて可愛らしいですわ。ぼちぼちも、そろそろお腹いっぱいになるかなと思うけど。食べそうやな。食べるな。触覚がうざいか。これあんまりし、オッケーオッケーオッケー。これあんまり失敗しすぎると、カラヒちゃんちょっと機嫌損ねてね、もうええわってなっちゃうんでね。できるだけこう、あんま失敗をね、連続でさせないようにしないとダメなんですけど。もう一匹、どうですか?食べそうやな。このリアクションは。おーい、ナイス。お腹くねっとして。もうぼちぼちええかな?まあまあ一応ちょっと最後見せてみるか。おお、食べるか。おお、食べるな。おお、今日えら腹ペコやな。はい。おお、ええこっちゃええこっちゃ。ようさん食べてね。もりもり大きくなってください。もうさすがにフルアダルトなんでね。こっから劇的に体のサイズ大きくなることはないでしょうけど。おいか。食べそうやな。
ちょっとめちゃめちゃ外してるやんか。はい。はい、ケイ。もうここらでやめときますかね。もう大概食べてくれたんで。はい、じゃあ次の子にもね、あげていきましょう。はい、からいちゃんありがとう。はい、じゃあ続いてはね、ホワイト&イエローの、イエローですね。イエローは、ほれ、すごい綺麗な、もう大きな瞳でね、ちょっと餌もらえると思って、もうめっちゃこっち上の方見てるんですよね。ほれ、ちょっと、めちゃくちゃこっち上見てる。はい、イエロー。ちょっと場所があれやな。おい。あ、落としてもだ。来い。ごめん、取れてなかった。はい。ぱっくり食べてくれましたね。そこの子、上の餌に指の方に反応してくるんでね。ちょっとたまに噛まれそうになるんで、ちょっと怖いんですけど。はい。こんな感じでね。ちょっとイエローにはこのコオロギサイズちっちゃいか。もう一個大きいやつ用意するか。ちょっと待ってくださいね。いやーイエロー。カメラ食べようとしちゃダメよ。これもう飛び出してきても。もう飛び出してきてるやんか。なんて可愛いんでしょうか。はい。ちょっと待ってください。すぐご用意いたしますよってに。はい。どうぞ。はい。はい、ナイス。はい。はい、ナイス。そう、一口目はね、だいぶダイナミックに行くんですけど、この子二口目以降は結構こんな感じで、ゆっくりなんですよね。はい。あれ食べますか？はい、オッケー。この子はほんまね、もう頭もでかいし、体もブリブリでございますわ。こんな感じですね。さっきのカナヒちゃんはね、女の子なんですけど、やっぱ男の子とね、体格やっぱ結構違いますね。何よりもこのやっぱ頭の幅がでかいですね、オスはね。こんな感じで、ちょっとなんか腕もムキムキやもんな。だいぶ骨格もがっしりしてる気しますね。はい、もう一匹じゃあね、食べますか。はい。はい。こっち向いてな。なんかスイッチ入ったな、急に。急に餌くれスイッチが。はい。そう。はい。いいですね。これいいアングルやわ。さあ、もうちょい食べますか。おー、かわいい。はい。いい顔しとるわ。この正面の顔。ちょっともうどこ切り取ってもサムネタイムになってまうな、今。いいですね。もう一匹食べますか？はい、オッケー。まだ食べるか？まあまあ食べたけど。イエローはちょっと大きめのコオロギやったんでね。何に反応しとんや。カメラ食べようとしてないか、それ。はい。はい。はい、OK かな。まあ、こんなもんかな。はい、じゃあもういっぱい食べたんでね。ゆるくんもこれぐらいにしておきましょうかね。はい。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。